木越安綱から1932年3月26日は、日本の陸軍軍人、政治家。陽名は三次郎。陸士級一期。最終階級は、陸軍中将。栄転は、ジュニー、君位等降に急断釈。帝国陸軍における、ドイツ化の功労者。西南戦争、日清戦争、日露戦争に従軍し、軍港により、断釈に助釈される。 軍閥の系列的には、長州閥とされ、序列的には、山形有友、桂太郎、寺内正武に次ぐ4番目に位置づけられるまでに至る。山本権兵衛の第一次、山本内閣の陸軍大臣として、軍部大臣現役部官制改正に、陸軍の反対を押し切り同意する。これにより、予備役でも、陸、海軍大臣に就任できるようになった。 カ英七7年4月22日、金沢藩士、法術師範、加藤忠直の次男として生まれる。同藩部業職、木越や四式の養子となる。陸軍共同団を経て、1875年、陸軍士官学校に入る。士官学校在学中の明治10年に任官し、西南戦争に出征する。1883年、ドイツに留学し、 晩年のモルト家の元最盛期を迎えていたドイツ参謀本部を目の当たりにする。帰国後はフランス式であった日本の陸軍をドイツ式に改める。日清戦争では第三師団参謀として第三師団長、桂太郎の下で活躍、朝鮮半島から王緑港を溶かし新国領内へと進撃していった。この時、直属上官であった桂太郎から 絶大な信頼を受け、それをきっかけにして、長州抜の長寿として出世していく。明治27年末に大佐に昇進し、明治30年に軍務局軍事課長に就した。翌31年に陸軍省省に昇進するとともに、台湾補給省庁に任命され、さらに台湾総督府陸軍幕僚参謀長となる。明治33年には軍務局長となり、 内地に戻る。翌34年には、不評、第23旅団長に就任する。日露戦争では韓国臨時派遣隊司令官として、真っ先に出征した。不評、第23旅団を率いて、佐世保出港、新川港に上陸して、鉄道で、京城に向かい、韓国中殺隊を指揮下に入れる。 朝鮮半島核保護、黒木亀元大将の第一軍の先兵として、王力港と化作戦に従事、第一軍最右翼から溶化して、ロシア軍の退路を攻撃、多大な損害を与えた。その後、自身の旅団に、騎兵、砲兵、砲兵の核一個中隊を加えて、木越死隊を編成、師団前衛として、両用に進撃、ケルレル中将の東部死隊を撃退する。 8月30日に始まった療養海戦では後、蝶山を攻め、後続の岡崎聖三少将の万十三攻めに、独断で一個連隊を派遣し、支援、その占領をなさしめる。そして、10月13日に陸軍中将に昇進、第五師団長として国交大海戦に参加し、第八師団を全滅から救った。さらに、グリッペンベルク大将の大軍を破り、これにより、 ロシア軍の陶器総攻撃の出花を空う時期、法典戦の勝利に貢献した。1907年9月21日、西南、日清、日露の各役の軍港により、弾尺を受爵。1913年1月、第一次、山本内閣の陸軍大臣に就任。第一次五県運動を受けた、軍部大臣現役部官制改正案に、陸軍は、猛反対したものの、 最終的に木越が陸軍の意向に逆らう形で閣僚として改正に同意する。6月13日、予備役でも軍部大臣に就任できるように改正され、6月24日に至って辞任。この改正以後、陸軍の意向に逆らった木越は礼遇された。陸軍大将に昇進することなく、定年前に予備役に編入される。 大正9年から没するまで貴族院議員を務めた昭和7年に死去去年79第三師団参謀時代ありがとうございます。